こんにちは。山形大手リサイクルセンターの社長の伊藤雄一郎と申します。弊社は自動車中古パーツを取り扱っており、特に全国でも珍しいトラックの中古パーツ販売を得意としております。これは日産アトラス1992年式 SP8F23 左ドアの看板剥離商品化作業です。少し古いドアでも中古パーツとして生き返らせます。